どうも柴です。本日は気になっているお店を調査しようのコーナー。居酒屋ドリンク料理全品280円、しかも税込み。これは気になるやろ。気になるでしょ、うん、てかドリンク全品280円ですよ。だから生ビールも280円ってこと。うわ安っ。安いよね。安い。4杯または1品。はいはいはい。これ多分3杯は多分ビールとかいったら倍いちゃうかな。なるほどね。で、うん、ダブルは8杯または6杯、プラス8杯飲むか6杯と2品いくかってことか。あ、そういうことか。そういうことや。ほう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 。でトリプルは12杯または9杯プラス3品。いやこれ9杯飲んだらベロベロになっちゃうよ。ということでね、ちょっと行きましょう。一押しなんですか今ね。はい、新しく入れた、はい、ステーキメニューが、はい、多分人気高いからおグラム数選べるようになってんね。あ、牛サーロインステーキあるじゃないですか。特に人気あるのは、うん、ハンバーグステーキとチキンステーキ。はい、もう500とかやったらとんでもないボリュームで、この値段やからボリュームすごいから。ボリュームすごい。一押しステーキより一押し、うん、ステーキはあの160しかないから、はい、見栄え的にはあのハンバーグかチキンステーキは、うん、とりあえずチーズインハンバーグステーキとあと生お願いします。はい、はい、スピーディーにビールは来ました。これほんま280円ですか。はい。おー、乾杯です。唐揚げお願いします。はい。なんか280円メニューで、はい、これ推しやでってないです。エビチリとかエビマヨとか、はい、もう出てるところね。エビね、でかいんですよ、はい、あ、じゃあエビチリいきましょうか。あと何行こうかな。もつ煮お願いします。とんかつもいっちゃいます。はい、 500g で、 あとライスお願いします。ということでまずはビールの当てというのもつ煮でしょう。ね、うまいよな。うん、結構入ってる。ではもつ煮、うお、プリプリやで。これうわ、うまそう。いただきます。うまっ。やっぱり唐揚げはいるでしょ。これうまそうやな、うん、ビールといえばね、やっぱね唐揚げいるんですよ。4つで280円。唐揚げでね、大体わかるから。僕ぐらいだったら、あっくわっあっくわ系の店やな。熱い系の店、揚げたて系で熱い系の、うん、中華屋さんっぽいね。あ、味付けは唐揚げ、うん、ほう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 。うん、おいしいわ。おいしい。うん、シンプルな味付けやから、うんうんうん、もう火をたっぷり吹くだけ。あー、なるほど。口で合わせていくのかも。めっちゃいい。おー、こんな酒進むやん、うん、居酒屋さんですか。居酒屋さんか、うん、なんか定食屋さんっぽいよね。なんかそんな感じだったけどね。ほんまに。だってお弁当まで販売してるしね。お弁当安いの1個ね、300円。安いよね、うん、安い。これ300円やからね。これさ300円やろ、うん、ご飯もついてる、うん、な、今頼んで280円、うん、な、こっち食べたらさご飯までついてくるよ。裏技や。安いな。安いけどね、揚げたてがいい。なるほど、そういうことか。ビールお願いします。はい、このエビチリも280円。280円。それあの3本でやで、1本280円。これ280円でいいのっていうことで、はい、エビチリ280円。うわ、でかっ。でかい。超出来たてやで。熱々。熱々。とりあえずエビいただくわ。エビな、エビ。ペラボンうまいな、これ。エビチリソースがめっちゃいい塩梅で、うんうん、ちょっとピリ辛の甘くて、うん、最高やね、これ。じゃあ割っていきますね。あ、すごい柔らかい。あ、これチーズやった。ほらほら、うまや。うわ、てかあのナイフいらんぐらい柔らかい。お前箸でいけるやん、うん。何で一回出した。
ごめん、ごめん、アクア君を蒸すくんを和風国家。あ、そういうことね、出来たて熱々の店。ビールで冷やしたい、ビールで冷やしたい。味が全然分かりません、ビールで冷やしたために。あ、くん、チーズがうまいわ。お、チーズうまい。うん、いろんなソースがあるみたい、ここに持ってきてくれとった。だからいろんなベースで食べてんねんて。一番人気がいきます。ちょっとピリッとする。え、お父さんが、うん、え、コチュジャンから作ってる。さすが40年。いただきます。うん、最近の流行りの味がする。チーズタッカルビ。うん、そうそう、そう、チーズタッカルビもそれ使って。あ、そうなんや、うん、流行りの味がするわ。おう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 、うまい。ハンバーグ自身も、うん、すごい美味しい。肉の旨味が、はいはいはい、すごい若干の甘みを感じるんだよ。へー、うん、それがまたうまい。坊ちゃん、行ってみて。めっちゃうまいで。じゃあ僕もいただきます。はい、よいしょ、よいしょ、いただきます。死ぬぞ、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 喋られん、喋られんくらい熱い。せやな、死ぬかと思った。ビールお願いします。はい、いや、ここで忘年会したら安い。安いな、安い。食べ飲み放題。ええー、食べ飲み放題。サーロイン以外は全品。うお、あれや、ほんまや。なら、あのハンバーグと、あの豚ロースとかいけるんですか。いける。お父さんはあの何を目指してはるんですか。今目指してるのは、うん、大阪で一番安い店をいっぱいやって、うん、一軒は儲からへんでも、うん、10軒、20軒、30軒になったら、うん、儲かる。まあまあまあ、汚い話、儲かるけど、そこは社会貢献って言いましょう。そこは社会貢献って言いましょう。ね、いろんな人が食べに来れる。儲かるっていうより、生活できなんだよ。そうやね。ここだけど生活できる。ああ、そうか。そらそうやわね、ビール3杯のまでであかんもんね。センベロセットじゃない。確かにそうやな。しかもセンベロをずっと永遠リバースできるねんからな。リバース言うな、リピートやろ。うでかっ、何これ、でかっ。500ぐらい。これはすごいよ。だってちょっと見て、みんな見てくれ、この分厚さ。ほら、これお得やな。500円。これ1300円。あ、めっちゃいいやんこれ。安い。すごいわ、柔らかっ。今箸が入っていこうとした。まずこのままいくわ、やっぱり。あ、いつもの定番ね。うん、いただきます。うまいわ。柔らかいよ。うん、ぜひとも食べるべき一品。とんかつ。うん、デザートいきますわ。この端っこのこのツヤツヤの、これほんまにとんかつ、断面がすごいみずみずしいな。コポン酢でいってみるわ。うまっ、甘い、豚肉が。おーおーおー、油が甘い。最後ビビンラーメンいこうかな。ビビンラーメン片面でいけます。お願いします。あー、ビール3杯も飲んだ。じゃあ何行こう。レモンチューハイお願いします。はい、あ、ありがとうございます。でっかいやん、でっかい、でっかい、でっかい。エビちゃんじゃ。お、エビちゃんじゃ、これが食べたかったのよ。ちょっと見て、生エビのちゃんじゃ。美味しそうやん。うまそう、うまそう。歯ごたえよ、最高。ピリ辛やねんけど、うんうん、な、ちゃんじゃやからけど、エビの甘さがさ、うんうんうん、出てきてる。めっちゃうまいな、これ。へー、ハマるな。ということで、これがビビンラーメン。ビビンバじゃなくてラーメンやからね。へー、ね、汁なしやで。だからこれ混ぜて食うみたい。おほほほ、うん、あ、混ぜるラーメンね。そう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 、
混ぜそばみたいな感じやな、うんうんうん、混ぜていくと、あ、こんな感じなんや、あ、キンキンに冷えて上がる、下に氷おるわ、おおおお、キンキンに冷えて上がる、あ、そういう感じか、この甘辛い感じがめっちゃうまいな、ほうほうほう、うまいわ、ね、いや最後に食べると、うん、めちゃめちゃ冷たい、氷入ってるから、ほう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 、すごいさっぱりする、お腹いっぱいでも食べれる、うん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 、今あのいろんな常連さんとかでみんなでオリジナルについて語り合っててんけど、これのエビのケジャン作ってくれたおいしいんちゃんって言ったら、あの漬けがまあまあそんな感じになってるよっていうので、漬けがあるらしいから今注文しました。絶対うまいやんなこれ、うまいな、噂のエビの漬けいただきますか、おいしそうやなの、うん、たっぷりなじましてから、プリプリやもんな、もたれへん、うん、あ、ちょっと甘め、おうおうおう、甘めの味付けよ、うん、うまいな、どっちを食べてほしいかって言ったらさっきの方やな、ちゃんじゃ、うん、あれ、ブラボーうまい、2000円で1回いけるんすか、なんか当たります、なんか当たる、え、ボトル当たんの？持つ。あ、持つ。さっき食べたやつが当たった。うん、あ、当たった。うん、それあり。あり。あり。お腹いっぱい。お腹いっぱい。腹いっぱい。持って帰る。持って帰る。持って帰る。やった。持って帰れんねん。もうそういうシステムなんだ。めっちゃ嬉しい。これで僕文句言わないで今日。よう食べたでしょ。びっくりした。食べられへんから思った。けどさすがにもうお腹いっぱいということで、ごちそうです。おいくら万円でしょう、いや安いやろ、6410円、じゃあそこは高って言う、あ、そうです、次はなんか高いわこれぼったくりちゃうか、ほんまおかしい、おかしい、おかしいな、1234、もうお金ないわもうありがとうございます、ありがとう、またね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ということで今日はデブには多分なりません。なります。なんでとんかつ 500g にハンバーグ 400g、 しかもチーズウィン、チーズウィンウィンウィンですに唐揚げ、はい、あの、ね、正直に言います、うん、あのあ当たり当たったじゃないですか、9時、うんうんうん、無理ってなってんけど、お持ち帰りできるっていうことで安心しました。ほんまにあの瞬間、あの嬉しい話やねんね、無料やから、うんうんうん、嬉しいねんけど絶望を感じたから、確かにな、これ以上絶対入らん、無理無理無理、今で限界やの、無理無理無理、ボトルキープでよかったみたいな、ね、ほんまにほんま楽しいお店なんで、みんなぜひ朝日くんに来た際には行ってみてくださいということで、本日もありがとうございました、ごちそうさまです、腹いっぱいになりすぎた、いつもや